っていうほどの自炊じゃない。そう、今日はねサプライズ公演でした。全然自炊してないこの期間、やばい、自炊しなさすぎて、やばい、これも食べないと。どうなんだろう、やばい、もうどんどん野菜を腐らせていく。そう、直角サンシャインを取ったの。ね、ちょっと話して。いい？冷凍庫漁ってて、私ちょっと前にね、スーパーで惣菜コーナーで紅芋コロッケを買ったんだけど、なんかそれをね冷凍したんですよ。かれこれ全然ショールームにできてなかった。そうしちゃった、よくないかこれって。野菜コーナーで買ったやつよ。結構きついコーナーのやつ。危な、飛んでない。またつもりで買ったんだけど、いや今日はやめとく。おいしいよ。無理か。過ぎてさ食材も変えてないじゃん。
恋しようかな。このナスも絶対もう食べれないわ。オンナギって美味しいよね。キビ刺し作ったのっていつだっけ、いつの話やね。だからこう片付けるけど、もう言って明日も久しぶり毎朝7時とから8時、7時8時台に起きて夜ができなくて、エイトでこういう産後期間ちょっと心配です。もう追いつかなくて、体力も脳も追いつかないよ。うん、なんか10分前にやばい、あと遅刻だみたいになって、8分早くねみたいな、普通勘違いす勘違いす勘違いす勘違いしちゃって、もう毎朝起きて起きるじゃんさ、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 うーん、私も今スタバとかカフェイン取ること。
日毎日コンビニの個人が棚に並んでるカフェラテがめちゃくちゃ美味しくて、よければ飲んでみてください。気になる方がいらしたら。美味しかったです。なんかレジで頼むものカフェラテじゃなくて、普通のなんか並んあのパックにパックに入ってるカフェラテ。美味しいよね、あれ。なんかほうじ茶ラテはやっぱりスタバがしか勝たんくなっちゃって、美味しいとこで飲みたいのでほうじ茶ラテは控えてます、個人的にね。やばい、ちょっとご飯急いで食べてお風呂入りつつ、もう明日のやつを起こそうと思う。キューチャーだー、みんな見てくれた？でもまさかみんなが出てくるなんてみんなも思ってなかったよね。見てたのかみんな。ちょっとお肉固まってる。大麦ご飯、そう、なんかもう大学行ってる子とか本当にすごい。リハも行って大学も行って公演もしてみたいな。てか映ってたのかな、オンデマ。そもそもあんまり見てない、分かんなくて。なんかカフェイン取ってるからか頭痛くなる。たまによいしょ、ちょっとテレビつけます。あー音でかいかも。やばいの今ね、洗濯はしたんだけどやばいんだよね。服がもう畳めてなくて、山積みベッドに。しかもさ、雨降ってたやん。公園終わりに劇場付近雨降っててやばい。洗濯干してきちゃったよって思ったらギリ濡れてなかった。私の服多分濡れてたのかな。ってことでご飯いただきます。嘘、結構大ぶりで降ってましたよ。いただきます。うん、珍しく洗濯がさ山積み、中もパンパン山積みになってて、なんこれ似てるの、コナンじゃないの、もうボヘミアラプソディか。酒のつまみみたい。いやもう畳めない、洗濯物畳めない。うん、おいしい。久しぶりになんか家のご飯食べた。
もうやばいよ、外食コンビニばっかり。たまにお弁当出るからそれで食べて。でももうあんまり今これ食べちゃダメだとか気にしないようにした。もうそっちがストレスになって、ただでさえ大変なのに。でも聞いてください、昨日一昨日、まあ誤差ではあるだろうけどマイナス3してた。多分蓄積今までの、私2週間くらいさ今ご飯食べてるけど炭水化物極力抜いてたじゃん。すごくない？マイナス3してたの。誤差っていうか、まあ、たまたまっていうのタイミングもあるだろうけど、してた。すごくない？褒めてよ。でももうマイナス3っていうかマイナス 2.5 くらい、ちょっと持った。うん、頑張った。ねえ、私頑張ったよね。うん、まあもう、ね、昨日一日リハだったから、もう公演終わりに一蘭食べに行ったし、公演終わりじゃないわ、リハ終わり、うん、頑張ってる。ヨガールの配信で聞き放送とかわからんやろ、顔だけやん。ヨガールの配信私やばかったかも、ごめんなさい。めっちゃ眠くて、あの日でも今日も足出してレッスン、足出したレッスンに来てたの。うん、痩せたねって。なんか私がメイクしない日は、リハの後になんかお仕事がある日とかはメイクしないけど、何もない日は、リハしかない日は基本メイクしていきます。うまい。やっぱ、こんな簡単なものでもいいからお家で食べるご飯がいっちゃ美味しい。でも外食行き過ぎてお金やばいと思う。スタバも行くし、コンビニでも爆買いするし、この大麦の食感大好きなんだよね。わかりますか？
タバは地味に高いね。でもなんかスタバギフトとか結構もらったりするから、誕生日とかで。はい、スタバとか、食べ物で食るストレス発散してる。それはもう自分で自分のご機嫌取ってるから。めっちゃ食べてるよ。じゃあおすすめの、一応やっぱダイエットしてるつもりだから、おすすめのローソンのブランパン、くるみ&ハイカカオチョコ、めっちゃ美味しい。これ全然なんかでもちょっとちっちゃいけど、めっちゃ美味しいからおすすめ。食べてみてください。普通のブランパンも美味しいけど、私もこっちの方が好きかも。チョコ好きだからね。苦そうって思ったけど、これ全然苦くないの。全然苦くないよ。美味しかった。あとは、でもいただいた差し入れとかお菓子とか、お菓子はあんま食べてないか。グミとか、は食べてる。よく完食でグミは食べちゃうけど、けどお菓子も食べてるか最近は。甘いものないとってなって、結構グミお菓子系食べちゃうけど、グミエイトブームだよ絶対今。コーラグミか。私コーラ自体があんま好きじゃないんだよね。本当はアイスも食べたいけど、アイスかご飯で迷ってしょっぱいもの食べたかったから、ご飯にしたからアイスは我慢します。日向さんのアンコール工場の時まだ劇場いなかったんですよね。実は劇場の裏ってめっちゃ狭いからまだ行けなくて、聞けてないだから。ねえスタバさ、あやねちゃんが教えてくれたんだけどさ、なんかピーチアールグレイみたいなっていうらしい。絶対美味しいよね。しかもアールグレイクラシックティーラテが出るから絶対美味しい。あとほうじ茶クラシックティーラテで美味しかったから、アールグレイクラシックティーラテなんて絶対美味しいやん。楽しみすぎる。
めっちゃ美味しい。明日はちょっと早めに行って美味しいパン屋さんでパンでも買ってから行こうかな。そんくらいしないともうモチベない、モチベないっていうか、間違えた、モチベじゃない、あのストレス発散にならない。やっぱ踊るためにご褒美が必要だから、モチベないわ、日本語間違えたわ。楽しみがあるから美味しいパン買ってから行きます明日は。でも混んでるかな、明日土曜日だもんね。うん、めっちゃ食べた。うん、今日コンサートのフィッティングしたんですけど、衣装のなんかあんな衣装やこんな衣装があって私は楽しみです。唇痛、マジで皮膚科行きたいんよ早く。この平日の午前中暇、平日午前中暇なってくれんかな。皮膚科行きたすぎて、もう唇私治んない、ずっと痛すぎる。もうすぎる手口。痛いもん。ちょっと朝早いね。ねえ、ちょっとじゃあ私の足の細さ、足細くなったか見てほしいけど、みんなにもこれ見えるのかな。ちょっとお行儀悪いことします。ソファの上立ってみます。わかる、え、わかってください、お願い。いや、わかんないか。でもね、後ろから見るって、いや、わかんないな。いや、わかんないかも。ちょっとね、隙間ができたんだよ、ここに。え、ちょっとだったですよ、ちょっとだけ。しゃ。もう毎日マッサージして、マッサージガンもブーブーってして、足パカもして、筋膜ローラーは日によるかな。極力マッサージガンとかして足細くなるようにしてる。えらい、ありがとう、嬉しいな。ごめん、急に携帯触り始めた。知らぬ間に思ったよ、そこだって感動した。もう生きていけるその言葉だけで。私はもう卒業公演までにこんなカリカリになって、あの人吐かなかったなって言って辞めるのが夢です。あと1ヶ月。あと1ヶ月でもヒカルンとかめっちゃ痩せたんだよ。くらい遅くなって、あれ、ゆのちゃんどこくらいでやめるわ。ねえ、
あと1ヶ月ちょっとだよみんな、どうするどうする、もう寂しすぎる私。なんかさ、私結構メンバーにさボケとかさなんかしょうもないこと言っていつも突っ込んでもらってるんだけどさ、それも1ヶ月しか、1ヶ月だけ、1ヶ月で終わっちゃうんだとか思って寂しくなってきたの今日。言ったんだよ今日みんなに、ねえうちさって、なんかいつもこうやってボケたりしてるけどさみんなと会わなくなるじゃん1ヶ月でって、どうしようって言ったら一人でやれるようになるんじゃないって言われた。みんなドライ。ノリよノリ。いやでも。頑張る。お腹鳴った。いやなんか今日雫公園のさ話しててさ、いや前のユニットやりたかったなってなんかめっちゃ声独り言でかい人みたいな、愛しさ丸めてやりたかった、だからちゃんと衣装で写真撮っておけばよかったと思って、全然ない愛しさ丸めて写真がない、あのソーショットの、てかこれめっちゃいい写真じゃない、卒業する私たち、私たち5人の写真、ハマー、マリア、ヒカル、私、レイちゃん、いい写真だよね、しかもカメラの感じもエモい、5人もいるよ、明日何時に起きるかな、でもちょっと早くできると思う、今日もロンティーで出た、可愛くないトリートの、で、てか聞いてください、私エピヌのトートバッグ持ってるんですけど、エピヌのトートバッグがなんかリップまみれでなんかめっちゃ汚れてて、リップの汚れってどうやったら落ちるんですか、もうそれかもう最悪捨てるか迷う、もう結構ボロボロだったから、ショックすぎる、エピヌのトートバッグリップで真っ赤でした、黒じゃない、なんかベージュ、ベージュ、普通に生地ペラペラのトートバッグです、やらかしちゃった、今買い替えるか、お湯でやればいい、もう今日朝気づいてえみたいな、どれだっけな、もう買い替えようかな、売ってんのかな、売ってる、うん、売ってないやろかい私はこれか、売ってないやないかい、こ
これを使ってたんですけど売ってないよねこれ。いやでも違うやつでもいいか。ショックすぎる。でももうエピネにすら買い物に行ける時間がないのよ今。いや一回洗ってみる。頭の石鹸で落ちるかな。ちょっとやってみる。よしじゃあちょっと早いけど終わろうかしらな終わろうかしらな。終わろうです。すんません。うんうん、こちらこそ。明日はでもちょっとゆっくりできるかもしれないからわかんないけど、今日は公演もありがとうございました。明日もリハーサル頑張ります。ごめんねちょっと数日バタバタしてて全然ゆっくりできないけどランキングを見ます。13位しんすけアットマークなとりどんさん、12位サイトアットマークマヨネーズ&ケチャッピーさん、11位りょうたアットマークとにももしさん、10位ゆうきさん、9位りょうりょうさん、8位あかねちゃん、7位梅こぶちゃん、ニックロケンさん、1おやすみなさーい。